父ちゃんの実家からさつま揚げが届きました。めっちゃいい匂いがするんですが、小豆は食べれないそうです。父ちゃんと母ちゃんだけずるいな。小豆も食べたすぎて乗り出します。小豆、将来お友達になってくれたらいいね。